私たち、せーの、ダイヤルストレートフラッシュです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速1曲目聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。アイドルになりたい。今日も笑顔で頑張り、中学2年生14歳のアイリンです。
担当カラーももいろピンク、みんな今日はよろしくお願いします。はい、丸いお目目でロックオン。神奈川県出身、高校3年生18歳のアスナです。アスちゃんって呼んでくれたら嬉しいです。アスちゃん今日は頑張ります、よろしくお願いします。えい。はい、ミュウミュウニャン、小学3年生9歳です。特技はフラメンコです。ちっちゃいけれど頑張るにゃ。メンバーカラーは青です。今日はよろしくお願いします。イエイイエイ。はい、というわけでね、この3人で活動してます。ぜひ応援していただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは2曲目の方に行きたいと思います。次に聴いていただく曲はアイドルちゃんじゃないアイリンちゃんのねソロ曲なんですけど、今日は特別に3人バージョンでお送りしたいと思います。はい、あ、次聴いていただく曲はアイリン14歳、3人バージョンです。お願いします。ストロベリーに
ただいた曲はアイリン14歳3人バージョンでした。イエイ。はい、ですね、ここでちょっとお話をしていきたいと思います。はい、どうですか、薬物のお話とかって学校で聞いたこととかある？聞いたない。もう小学校ってないんだっけ？私もおばさんだからどうしよう。はい、どんな感じの印象がある？とにかく怖い。なんだろう、幻覚とか見えるって言うじゃん。うん、あれが怖いからもう使いたくない。なんかさ、なんか街でポケットティッシュ配ってる人並みに配ってるっていうのを聞いたの、学校で。だから絶対私もらっちゃうと思って。ダメ。だからもらわないようにしないとって思ったの。すごい注意する。そうそう。なんかさ、一回使うと何回も使いたくなっちゃうみたいな話を聞くから。ミミはどう？怖い。不審者も怖い。不審者も怖い。そうね。私後ろに人がいるだけで怖いの。帰り道とか。だからみいつも先どうぞって言って先どうぞって言うの。それで話ついてる。あ、そうそう、みゆみゆがなんか不審者みたいになった。そう、話がずれたんだけど。そうね、薬物は絶対に使ったらいけないということでね。はい、はい、皆さん絶対に使っちゃダメですよ。わかりましたか？ダメですよ。はい、というわけで薬物は絶対に使っちゃう。せーの、ダメー。はい、ということで薬物の話終わりです。はい、というわけでね、次の曲で最後になります。ありがとうございます。短い時間なんですけど、最後まで一緒に盛り上がっていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは聴いてください。教えてりーちゃん。少し苦いかもね。
ただいた曲は教えてりーちゃんでした。イエーイ。はい、これで私たちのステージは以上になるんですけれども、この後ね、物販を行いますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。4月30日で私たちのグループが解散になってしまうので、ありがとうございます。思い出にね、チェキとか一緒に撮っていただけたら嬉しいとなと思います。よろしくお願いします。お願いします。というわけで以上、ダイヤルストレートフラッシュでした。ありがとうございました。